在日通名大全、おかげさまでね、もう1600部、電子版入れるともうちょっと売れました。皆さん、読みましたか？大変ね、これはね、ためになる本だと思います。ところが、最近ですね、またツイッターなんかでね、変な人がいてですね、あの自転車が、全国ブラック調査を出した自転車が、今度はあの在日を差別する本を出してるけしからんみたいな感じで絡んでくる人がいるんですね。うん、何を変な誤解をしてるのかって。だけどもうこれを見たら分かる通り、もうこの宮本洋一さんっていうね、この方はですね、もうひたすらこの在日の名字というものにも造形が深くて、まあそれに対する興味で、まあここまで調べ上げて作ったっていうのは、もうこれはね、この本を見れば分かるわけです。だからその在日コリアンの差別がどうだのっていうことはね、全く関係のない話なんですね。で、実はね、最近とあるこのインターネット番組にね、出てほしいというオファーがあったんです。まあどこの番組っていうことはね、もう言わないでおこうかなと思うんだけども、まあ結局ボツになってしまったんですよ。流れてしまったんです。で、多分ですよ、多分なんかこのね、あの差別者宮部が出てきてですね、でこう在日コリアン団体の代表者みたいな、在日2世3世4世の人、この被差別当事者であるところの在日がコリアンが出てきてですね、差別者宮部と口論するっていうようなね、なんかそういう見せ物をやりたかったんじゃないかな。だけどやっぱりね、よく調べてみるとそんなものは成り立たないと分かったっていうことだと僕は思ってるんですね。でやっぱりね、そのそういうね、なんか対立を煽ったりだとかね、その人との対立をね、なんかコンテンツとして消費するっていうか、そういうのは僕良くないと思うんですよ。うん、昔、ここが変だよ日本人とか言ってね、日本人とその外国人がこう罵り合うような、なんかそういうテレビ番組があったんだけども、まあ今はそういうのやってもね、受けないというか、かえって炎上するかもしれないですね。なんかそうやってね、うん、人と人との対立を見せ物にして対立を煽っても何もいいことないんですよ。うん、そういう番組をやってた頃にじゃあ何があったかって言ったら、まあね、あの中国で反日デモがあったりだとか、で日本でもその在特会が暴れたりだとか、でまあ日韓関係どんどんおかしくなったわけで、まあああいうことをやって何かいいことがあるかって言ったら何にもいいことなかったですね。むしろなんか対立を深めてしまいましたね。うん、でじゃあ逆にね、なんかこう在日の人たちはもう差別されても頑張ってみたいな感じで、そういうお涙ちょうだいの感動ポルノをやったらいいのかっていうと、まあそれも違うでしょうね。それもまあ見た人はっていうふうに思っちゃうんで、じゃあそれが何かね、この有効に帰するかって言ったらんなことはないわけです。じゃあね、じゃあどうあるべきかと、するテレビ番組とかね、うん、今後こういうあの在日を扱ったようなそういうコンテンツというものがどうあるべきかっていうと、やっぱね、僕の好きなあのブラタモリみたいに、そういう対立感情とかね、その人の感情に訴えかけるんじゃなくて、この知的好奇心に訴えかけるような番組っていうのをやっていくべきなんじゃないかなというふうに僕は思います。この在日通名大全のね、正しいこの使い方の例を言いますよね、言いますね。例えばですね、大阪とかね、あと神戸とか在日の人多いですよね。でそういうところでね、生まれ育った人はね、これを見るとですね、もういろんなね、友達の顔が浮かんでくると思うんですよ。うん、あ、新井さん多かったなとかね、あ、神山くんっていたなとか言ってね、これを見るとね、そういう風にね、懐かしいことがね、思い出されると思うんですよ。そういう感じでまず楽しんでいただくとかですね、あるいは本当知的好奇心っていうことだとね、このむしろね、この本のこの最後の方のね、付録が本編なんですよ。いろんな通名のね、由来が書いてあるんだけども、うん、例えばまあほとんどの通名についてはね、やっぱりその先祖の、出身地、本願から来てるっていうのはわかるしね、中にはですね、例えばこの岩本とかだったらですね、そのこれ本姓はリーさんですね、リーさんの先祖に、あ、そうそう、リーさんの先祖にあキョンアムボンっていうところに降臨したんですね。岩がつくこの山ですね。
だからその岩にまつわる伝承があるから岩村とか岩本っていうね名字をつけたとかね。そうするとおおって思うじゃないですか。あるいはこれはあ、ジョーさんですね。ジョーさんの先祖はあのお城に立てこもったから、ね、大城っていうようなね名字をつけたとかね。あ、これ荒井、これは有名ですね。荒井パクさんの先祖は荒井、神羅の王様があの井戸のほとり生まれたから荒井っていうやつですね。もう荒井ってねあの関東に多い名字なんで、まあ、ある意味日本人らしい名字なんだけども、やっぱパクさんでね、まあ、日本名を名乗るとすればもうこれは神羅の神が入ってる、井戸の井が入ってる、もう荒井しかないだろうっていうことで荒井っていう風にね名乗ったんですね。そういう知的好奇心をそそるような、まあ、そういう使い方もあるし、あるいはですねあの大阪なんかでね会社勤めしてる人なんか結構ね職場にね職場に在日の人多いと思うし、こう営業先なんかでね結構ね在日の人にね会うっていうことね多いと思うんですよ。それでその人のね、その名字を見てね、いやあなた実は本姓はパクさんじゃないですか、リーさんじゃないですかって言ってね当てたら多分ね向こうからおーっていう風にね驚かれると思いますね。まあそういう感じでその名字をこう何かねこう会話のきっかけにして盛り上がるためという風にもこれ使えると思うんですよね。ということで在日通名大戦、これはですねやっぱ在日と日本人っていうか、まあそういうね対立関係で見るっていうのがそもそもおかしいんだけども、なんかこう一つのねコミュニケーションツールをねとして使えるんじゃないかと。なんかね日本だとこう家系とか出自っていうものがねやっぱブラック絡みのことがあってタブーになってるところがあるんだけども、でもそういうものをねこう話の値段にできるような世の中にした方がね僕はねよっぽど面白いしね、いろいろなこの知的好奇心もそそられるし、こう人生のねこう視点が広がるんじゃないかと思うんですよね。ということで在日通名大全、これね本当にねあの健全な使い方をしていただければいいと思います。やっぱ人のね対立を煽ったりとかそういうものを見せ物にするのは良くないで、感動ポルノも良くないということで、皆さんねあの一応ねこれも注意喚起ということでねお話しいたしました。ぜひ在日通名大全読んでください。